あ、皆さんこんにちは、本日はお暑い中お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。NBDC で研究員しております三橋と申します。私は統合バーというですね、人のゲノム多系のデータ統合データベースの開発と運用しております。で、今回の発表はその統合バーの宣伝も十分に兼ねているんですけども、統合バーというのは国内外のゲノム多系のデータベースを統合して、なるだけ使いやすくしようと、試みているデータベースですので、その統合されている対象のデータベースについても紹介したいと思っております。で、最初に釈迦に説法ですが、これらのデータベースはすべて研究用途ですので、診断とかには使えないということをご承知いただければと思います。で、最初に多系バリアントっていう言葉、これも皆さんよくご存知だと思うんですが、いわゆるゲノムにおいてですね、標準の配列と異なる塩基配列のことをバリアントと言います。いわゆる個人差の部分です。で、ある集団の中でそういった個人差ある部分が 1% 以上あるようなものを多系ポリモルフィズムと言います。で、それ頻度の少ないものも含めて、一般にバリアントと呼んでます。で、今日はちょっとバリアントと多系っていうのを、一緒くたにちょっと扱いますので、多系と言ったりバリアントと言ったりするかもしれません。で、これもセントラルドグマということで、ものすごく皆さんご存知のことですが、ゲノムの情報をもとにトランスクリプトプロテオムというふうにタンパクができて、それが、複雑に絡み合ってですね、いろんな、生物の形質ですね、病気にかかりやすいとか薬に効きやすい効きにくいとか、あと携帯、具体的には例えばミニアカがですね、乾燥している人がいたり、湿ってる人がいたりとか、お酒を飲むと顔が赤くなる人、強い人、弱い人といった、こういった違いが出てくるわけですけども、こういった形質とその、バリアント多系の、との関連を、基礎研究をやってる人というのは、よく調べてるわけです。そういう意味で、このバリアントのデータというのはゲノムと形質との関連を明らかにする上で非常に重要な基礎データであります。ですので、これを集めていくデータベースを作っていくということも非常に重要だということをお分かりいただけるんじゃないかと思います。で、次に、バリアントにはどんな種類があるか、これも、ものすごく基本的なことですが、一番多いバリアントは1塩基の多系ですね。で、個人あたり数百万あると言われています。で、こういった標準の DNA の中からですね、1文字だけ別の文字に変わっちゃう。例えばこの例ですと、この18番目の G が T に変わったといった、こういった多系のことを、SNP とか SNV と、バリアントの場合 V と呼びます。で、次に多いのが、挿入デリーションということで、1文字置換するんではなくて、例えばインサーションのレースと標準配列に対してこの赤い部分が、余分な配列が挿入された。デリーションの場合は、なくなってしまった、消失してしまったっていうような、多系も、かなり多く見られます。で、これらを集め、まとめてですね、インデルと呼んだりしております。で、これは長さが比較的短いものなんですが、長いものをですね、構造多系ストラクチャルバリアントと呼んでます。で、この、式位置っていうのはあまりちゃんとした定義があるとは言えないんですが、だいたいデータベースなんかを見てると50ベースペア前後で、長いものは構造多系と言われているようです。で、種類としてはさっき紹介した、挿入、デリーション、インサーションの他にですね、配列が逆になってしまうインバージョンとか、同じ領域が重複してしまうデュプリケーションっていうのもあります。で、デリーションとデュプリケーション合わせてですね、コピーナンバーバリエーション、CNV と言ったりもします。で、残念ながらちょっと今回この長い構造多系に関してはちょっと対象外とさせていただきます。短いバリアントの説明を、今回はさせていただきたいと思います。で、次にですね、バリアントの、頻度と形質の関係ということで、よく言われているのはコモンディジーズ、コモンバリアント仮説というのがあります。これはどういうことかというと、この下の絵を見ていただくと、縦軸にですね、あるアレルがどれだけ疾患に効果を及ぼすかという効果量を縦軸に取ります。で、横軸に、各バリアントの頻度を取りますと、レアディジーズ、コモンディジーズですね、ありふれた病気というのは、アリル一個一個のですね、疾患に寄与するその効果量というのは少ないんですね。ですけども、それに関与するバリアントの量は多いと。ですので、一つのバリアントで病気が決まるわけではなくて、複数のバリアント単位子で、病気が決まるというふうに言われています。
でその対極にあるのが、まあ、レアディジーズで、まあ、稀な病気なんですけど、こちらはですね、少ないバリアントの、まあ、効果量が非常に多いというわけです。でなんでこういうもののバリアントの頻度が低いかといいますと、もし、レアバリアントというのは一つのバリアントがあると、まあ、それがものすごく致死性が高いわけですので、そういったバリアントというのは選択圧がかかって子孫を残すことができません。ですのでどうしてもレアバリアントっていうのは、稀な、病気というのは、バリアントの頻度も低くなってしまうというのが、まあ、直感的な理解になると思います。で、薬剤に対する感受性というのはちょうどコモンディジーズとレアディジーズの間ぐらいの頻度と、まあ、効果量があると思っていただければいいかと思います。で次にですね、まあ、疾患と関連する遺伝子を、まあ、どうやって同定するかという、まあ、研究の概要なんですけども、まあ、ありふれた疾患と希少疾患で、まあなんですけども、いずれの場合もですね、まずもちろん健常の方と疾患罹患した方の DNA を抽出して、まあゲノムシーケンスを決めてですね、バリアントの部分を特定します。で、健常人と罹患した人のバリアントを比較してですね、どのバリアントが罹患した人に多く集積しているかっていう、要するに健常人と、罹患した人のバリアント その頻度の違いっていうのを調べまして、まあ、そういった違いのあるところが疾患と関係があるだろうというふうにして、まあ、疾患関連遺伝子をまあ同定していくわけです。その時ですね、ありふれた疾患っていうのは先ほどのコモンディジーズコモンバリアント仮説でですね、ありふれた疾患を探索する場合には、頻度の低いバリアントっていうのは探索の対象から外されることが多いです。で逆に、レアディジーズの場合は、まあ、コモンなバリアントを、探索から外すことが多いというわけです。ですので、まあ、頻度のデータベースに非常にこういった探索をする場合に非常に重要になってきます。でまたですね、トリオ解析という方法もありまして、これは疾患を発症している人と発症していない、まあ、血縁の、まあ、父母の3人ですね、での、バリアントを比較して、まあ、発症者にしかないバリアントを探すことによって、まあ、そういったものがこの発症の原因となっているバリアントであろうというふうに、まあ、推定していくわけです。まあ、いずれの場合でもですね、先ほど言いましたように一般集団のバリアント標本というのは、まあ、こういった探索から外すっていうための、まあ、基礎的情報として非常に重要であるということになります。で次は、まあ、こういったバリアントを、まあ検出するプラットフォームの、まあ、が、まあ、どんどん進化してきているという話です。ね、昔はサンガーシンケンサーで、まあ、読んでいたものが、ある時から、まあ、スニップチップによって、まあ、数十万箇所のジェノタイプ情報ですね、まあ、要するに父方由来と母方由来の、アレルの組み合わせをジェノタイプと言いますけども、それを、まあ、チップで簡便に、まあ、読むようなことができるようになってきたと。で数年前からは、まあ、次世代シーケンサー、まあ、例えばイルミナのようなショートリードのシーケンサーを使って、エクソームの全部をシーケンスしてしまったり、まあ、あるところではゲノム全部をシーケンスしてしまって、ジェノタイプ情報やハプロタイプですね、ハプロタイプというのは、まあ同じ親から来た、アレルの並びですねを、まあ、読むことができるようになってきました。で最近では、まあどんどんリードの長さが長くなっていきまして、まあ、さっき言いました長い竹ですね、構造竹のようなものも、まあ、検出できるようになってきました。ということで、まあ、ここまでが、基本的な、イントロになるんですけども、まあ、ここから、各データベースを紹介していきたいというふうに思います。でまずは、DB スニップです。で DB スニップというのは、NCBI、が米国の NCBI が運営しているデータベースです。で、まあこの特徴としては、レポジトリということで、まあ、世界中でいろいろなバリアントがディスカバリーされるわけですけども、それを、まあ、研究者の人が、まあ、DB スニップに登録していって、まあ、どんどんデータが集まってできているデータベースです。で、バリアントをですね、サブミット、まあ、提出しますと、SS 番号というのがそのバリアントに付与されます。で、まあ、世界中からですね、同じバリアントに関していろんな、サブミッションが起きますので、NCBI の方でその、複数同じ、バリアントに関するサブミッションをまとめてですね、RS 番号、レフスニップ番号というのをまあ付与します。で、ですので DB スニップであるバリアントを参照する場合にはこの RS 番号という ID をまあ使って、スニップを識別しています。ですのでこの RS 番号というのは非常に重要になります。で、さっきも言いましたように、50ベース以下の多型が基本的には DB スニップに入っています。でストラクチャルバリアントの方は、同じ NCBI が運用している DB バーというデータベースに入っています。
でとにかく、一番数の多いバリアントのデータベースですので、6億バリアントありますけども、まあ、世界のどこかで多型が見つかってるんじゃないかなっていうのを、とりあえず調べるのに非常に有用なデータベースになります。ですがやはりどうしても欧米のデータが多いですので、やはりアジア人とか日本人のデータが入ってないこともありますので、まあ、ここに入ってないからといって、まあ、自分が、タイピングしたデータが、ディスカバリーしたバリアントが、まあ、間違いであるっていうとも限らないというふうにも思っていただければと思います。未登録のバリアントもいっぱいあるということです。で、次から DBSNP の画面と操作ですけども、まあ、検索エンジンとかですね、 DBSNP、NCBI というようなキーワードを、まあ、入れていただきますと、トップのエントリーをクリックしていきますと、こういった DBSNP のトップの画面が出てまいります。でまあ、ここで調べたい内容を、まあ、ここにキーワードで入れるんですけども、まあ、何でも入れられることはできるんですが、何入れたらいいかちょっとわからないので、そういった場合にはここのアドバンストという、チェックをしてください。そうしますと、こういった画面が出てきまして、どういったフィールドを検索するかというのが選択することができます。でそれのフィールドに対してキーワードを追加していくことができます。で何もしないとオールフィールドっていう全部のフィールドを検索するというモードになります。で、具体例として、PDCD1 というキーワードと、まあ、スペースを入れて、さっき言った RS 番号の一つですね、この RS11568821 というのを例えば入れていただきます。そうしますとこういう画面が検索結果が出てきます。で右側に検索式っていうのは出てきまして、これはどういう意味かというと、 PDCD1 というキーワードを全てのフィールド、オールフィールドで検索していると。で同じように RS 番号もオールフィールドで検索して、それが AND 条件ですね、両方の条件を満たすレコードだけがヒットしてくるということを意味しています。でこちらにですね、過去の検索履歴が出てきます。で過去に入れたキーワードが出てきまして、今入れたキーワードがここに出てきまして、で件数が2件というふうに出てまいります。で、まあ、これブラウザを落とさない限りは履歴が残っているということになります。でこの中身が、まあ、検索結果になるわけですけども、詳細を見てみるために、まあ、この中を、まあ、ここにもだいたい概要は表示されているんですが、詳細を見るためにはこの RS のこのリンクをクリックしていただきます。そうしますと、まあ、こういった画面が出てきまして、これがその RS11568821 に関する、まあ、エントリーになります。でこの左側の下のところにいろんな、メニューがありまして、それぞれ切り替えることによって表示されるデータが変わります。で一番上のバリアントディテールズ、今表示されているところですね、それは参照配列ごとの位置ということで、まあ、バリアントというのはある、さっきも言いましたね、参照配列との違いを示してますので、その参照配列の何番目にあるかということを示しているのがこのデータになります。これが参照配列のアクセッション番号で、この場所の C が T に変わっているという意味を表しています。で参照配列というのはいくつもありますので、参照配列ごとにSNPの表記も違ってまいります。で2番目のクリニカルシグニフィカンスというのは、これは形質とかいわゆる疾患とのとこのバリアントの関係を表した情報になります。そっか、ちょっとこれ見えないですけども、でクリニカルシグニフィカンスというのはですね、クリンバーというデータベース、これも NCBI が作っているデータベースがあるんですけども、まあ、その、NCBI の中にクリンジェンという、まあ、そういった、バリアントと、疾患の関係をですね、このバリアントはこの疾患に関係があるっていうのを判定する、まあ、専門の研究者が集まった委員会、クリンジェンがありまして、まあ、そこで、このバリアントに対する、臨床的意義、英語で言うとクリニカルシグニフィカンスというのをつけております。で、その情報が、まあ、ここをクリックすると、まあ、見られるようになってますので、バリアントと疾患の関係を知りたい人は、まあ、ここを見ていただくのがいいかと思います。で、フリーケンシーはさっき言ったように、まあ、いろんな集団での頻度の情報が出てきます。あと、サブミッターがどんな情報を、サブミッションしたかという、その提出した時の情報も見ることができます。あとは文献なんかも見ることができるようになっています。あと古い形式もありまして、古い形式、こういったこれが実は以前の形式だったんですけど、まあ、今の方が結構すっきりして見やすいと思いますので、あまりこの画面を見ることはないんじゃないかと思います。次にですね、遺伝子 DBSNP で遺伝子名だけを、キーワードにして入れてみます。で PDCD1 という遺伝子を入れていただきますと、まあ、こういった、検索結果が出てきまして、検索結果3020と出てきます。でこれはですね、この、遺伝子に3020個バリアントがあるという意味になります。
で、これが検索結果ですが、ここにGeneView という、リンクがありますので、この GeneView というのをクリックしていただきます。そうしますと、この PDCD1 という、遺伝子の上にどういうバリアントが載っているかという、まあ、表形式でダーッと出てくるわけですけども、少しちょっと表形式だと見にくいかもしれませんので、それをグラフィカルに見せる、バリエーションビューワーというのが、ついてまして、まあ、ここをクリックしていただきますと、バリエーションビューワーというのを見ることができます。で、まあ、これはですね、先ほど見ていただいたこのバリアントの表の上にですね、ゲノムビューワーがくっついているような、まあ、ビューワーです。ですので、まあ、ここにあるバリアントがその遺伝子の構造上のどこにあるかっていうのが、まあ、グラフィカルに出るようになってます。で、あとは、フィルターもついてますので、まあ、適当なフィルターで、チェックしていただきますと、ここに表示されるバリアントが、絞り込まれるということができます。まあ、あと情報としましては、いろんな頻度の情報も出てまいりますし、文献のリンクなんかもあったりします。まあ、これがだいたい DBSNP の概要になりますけども、あとですね、自分のファイル、バリアントの情報なんかもアップロードして、このバリアントビューアーの上に表示させることなんかもできます。で、次はですね、まあ、DBSNP 以外の窓、入り口からの利用方法について簡単に言います。これ NCBI の本当のポータルサイトです。この URL です、まあ、NCBI って検索していただくと必ずこのページが一番上に出てくると思いますけども、ここに例えば遺伝子名ですね、この場合 CYP2D6 という遺伝子名で検索していただきますと、まあ、こういったように NCBI の、まあ、いろんなデータベースがあるわけですけど、そのデータベースのそれぞれにですね、何件このキーワードでヒットしたかっていう、ヒット件数だけの画面が最初に出てきます。例えばクリンバーだと70件ヒットしたとか、 DBSNP だと3122件ヒットしたっていうようなことが分かります。あと、まあ、パブメドですね、文献なんかも何件ヒットしてるかっていうのも分かりますので、まあここからですね、自分の、見たいデータベースをクリックしていただいて、どんどん詳細を見ていただくということができます。ということで、ちょっとここでハンズオンに入りたいと思いますけども、まずこの RS 番号ですね、 RS7596-1395 という、このスニップと、まあ、関連が報告された形質は何でしょうかというのが1問目です。あと、このバリアントのアレル頻度はどのようなプロジェクトから報告されているでしょうかというのをちょっと調べてみてください。で、3番目が、このバリアントはどのようなプラットフォーム、まあ検出方法ですね、で検出されたかというのを調べてみてください。はい、それでは、簡単に答え合わせしたいと思います。で、まず、まあ、RS と関連が報告された形質はということですけども、まあ、先ほどのページから言っていただいてもいいですし、実は Google にですね、 RS 番号一番、だけをキーワードサーチしますと、いきなりNCBI の新しい詳細画面がだいたい上に出てくることが多いです。ですので、まあ、Google に入れていただいて、トップの、エントリーをクリックしていただくと、この画面が出てきます。で、形質ですので、先ほど言いましたように疾患との関連というのはクリニカルシグニフィカンスの、タブをクリックしていただければと思います。で、そこで、まあ、クリンバーでパソジェニックと報告されている、まあ、いくつかのディジーズが出てきます。で、この場合はシスティックファイブロシスという脳性繊維症と関連があるということが分かります。で、2番目ですけども、アリル頻度はどのようなプロジェクトから報告されているかということですが、それは先ほど言いましたようにフリーケンシーのタブをクリックしていただきますと、いろんな、スタディですね、まあ、プロジェクトが出てまいります。で、この後、紹介していきます、ノマドとかエグザックという、ブロードがやっている、プロジェクトで出てきた、頻度ですね、まあ、ポピュレーションごとに、まあ、頻度、あとサンプルサイズですね、非常に、10万とか7万とか、かなり大きなサイズの、集団の、まあ、頻度が登録されていることが分かります。いいでしょうか。で、3番目ですが、どのようなプラットフォームで検知可能かということですが、これは、まあ、プラットフォームというのは、まあ、その実際に、このバリアントを報告した人が、まあ、出しているデータですので、まあ、ヒントとしてはサブミッションのところにあるだろうというのが、まあ、なんとなく分かるのではないかと思います。で、このサブミッションのところを押していただくと、いろいろサブミッターの情報が登録されていて、まあ、同じイルミナってサブミッターが何回もサブミッションしてるんで、サブミッション ID が何個も登録されてますが、まあ、その一つをクリックしていただきますと、それぞれのサブミッションの時に、まあ、出したメタデータが表示されます。で、この場合、例えばここをクリックしますと、これは実はカスタマーフィチップと
イルミナっていう、サミッターなんですけど、まあアフィチップのカスタムで、カスタムしたアフィチップで、まあ、タイピングしたということが分かります。よろしいでしょうか。はい、じゃあ次のデータベースいきたいと思います。で、先ほどちょっと出てきましたエグザクトノマドというデータベースになります。でエグザクというのはエグザクと見ますけど、エクソームアグリゲーションコンソーシアムという、ブロードが作っているデータベース、それの略称でエグザクと呼んでます。で、まあ、あの世界中のですね、いろんなゲノムシーケンスしたプロジェクトからですね、の、シーケンスのデータを6万人分、エクソーム、全エクソームをシーケンスした6万人分のデータを合わせて、同じ、プロトコルで再解析して、まあ、頻度を出したデータベースになります。で日本人は76名しかありません。で、7つのポピュレーション、まあ、イーストエイジアンってポピュレーションはあるんですけど、あまり多くないですが入ってます。まあ、ヨーロッパ人のポピュレーションが一番、人数としては入ってます。あと、まあ、シーケンサーで読んでますので、どのぐらいあのシーケンスが深く読まれてるかっていうカバレージの情報が、まあ、グラフィカルに表示されるような特徴があります。で、エグザックの画面ですけども、まあ、先ほどと同じように遺伝子であるとかトランスクリプトであるとか、まあ、バリアントの、位置とかですね、RS 番号とかそういったもので、まあ、検索できるようになってます。で、まあ、エグザックなんですけども、あのもう一つこの後に出てくるブロ、ノマドっていうデータベースが後継になってまして、まあ、あのノマドの方がさっき見ていただいたように、サンプルのサイズなんかも大きいですので、まあ、あまりエグザックを、検索することはないのかなというふうに思いますので、まあ、ここはちょっと飛ばさせていただいて、ノマドの方で、説明させていただきたいと思います。まあ、基本的にノマドもエグザックもインターフェースはほとんど同じです。で、ノマドですけども、これはゲノムアグリゲーションデータベースというのの略です。で、ちょっと G はサイレントでノマドと呼んでいることが多いです。これも同じ、ブロードが作ったデータベースで、先ほどのエグザックの後継プロジェクトです。で、エクソームのデータも12万人と先ほどの6万人よりもだいぶ増えてるんですが、プラスですね、全ゲノムのシーケンスデータも入ってます。で、この2つのデータはそれぞれ別々に頻度としては別々に計算されてます。で、さらに、エグザックよりもですね、いろんな集団で頻度が表示されます。例えば、がんの部分を抜いた肥がん部の、集団だけのデータであるとか、精神疾患の人を除いた集団での頻度であるとか、そういったものも取得できるようになってます。で、先ほど言ってますように DB スニップはですね、それぞれのサブミッターがそれぞれの方をチップでやったり、NGS でやったりとかいうふうにそれぞれ別々の手法で解析してますけども、ノマドの場合はあの同じ、NGS で、まあ、あのシーケンスして、バリアント同じプロトコルで出してますので、あの精度としては非常にいいというふうになります。で、これがノマドの、画面ですけども、先ほどのエグザクと似てまして、キーワード1個だけ入れる画面が出てきてます。まあ、ここにですね、まあ、エグザンプルありますけど、遺伝子名であるとか、バリアントのですね、これはリファレンスバリアント上の位置、染色体配分位置で、あとリファレンスバレルアレルと、オルタナティブアレルのこういうふうにハイフンでつないでいただいたもので検索することができます。あと、RS 番号とか、まあ、よく皆さんご覧になる HGVS という記法も受け付けるようになってます。で、これがですね、遺伝子で検索した場合ですね、の画面になります。で、これがこの遺伝子の領域で、まあ、この黒い部分がエクソンですね。ですので、この青いのが、エクソームの方の、カバレッジを示してます。で、緑の方がですね、ホールゲノムでの、シーケンスの、カバレッジを示しているという絵です。ですので、まあ、あのゲノムに関してはまんべんなく、読まれているということはよくわかります。で、あと遺伝子の構造だったり、あとこれは対応するクリンバーの情報ですね。なのでシグニファンスの高いものがまあこう出てたりします。で、あとこれは頻度の分布なんかです。で、最後に一番下にですね、それぞれバリアントの、一個一個のエントリーがまあ表形式で、出てまして、まあ、この G というのは、まあ、ゲノムの方のデータから特定されたバリアントであるということが分かります。で、あとまあ場所ですね、 UTR にあるとか、あとは頻度の情報が分かるようになってます。で、次はですね、特定のバリアントを、絞り込んだですので、先ほどこれですと、遺伝子を指定しましたので、この中からどれか一つバリアント、ここをクリックしていただきますと一つのバリアントの詳細な画面に行くわけですけども、それの例がこれになります。で、これはこの一番染色体のこのポジションのリファレンス A が ACTG に、まあ、変わったと、まあ、インサーションの例になります。
でここに、頻度が出ていたりします。で頻度の詳しいものがここに出てます。でポピュレーションごとに出ていたり、これイーストエイジアのところ展開するともっと細かいものが出ますけど、イーストエイジアのところだけ展開しますと、こういうふうに、国別になってます。ちょっとジャパニーズ非常に少ないっていうのはお分かりいただけるかと思います。あと男女のでの集計情報とかも出てます。でさらに、さっきも言いましたようにノマド全体の集団であったり、コントロールだけ選ぶとか、キャンサーじゃない人だけとか、そういったいろんな集団を選ぶことができます。ここを切り替えるとここの頻度の数字も変わるようになってます。ということで、ノマドについてハンズオンをしたいと思います。じゃあ最初の、問題ですけど、2番染色体のこの場所にはどのようなアリルが報告されているでしょうかということですね。で、この竹が存在する遺伝子、どんな遺伝子が載っているか調べてみてください。であとは、この RS 番号の、バリアントですね。これが東アジアの集団において、男女にアリルの頻度差があるかということですね。あと皮がんサンプルと非神経疾患サンプルで、アリルの頻度に差があるかというのを見てみてください。で答え合わせさせていただきたいと思います。1番目のですね、この場所にあるアレルはどんなアレルですかって、ちょっとどんなっていうのがどういう意味を指しているか分かりにくかったかもしれないですが、実はよく見ていただきますと、場所が同じでですね、リファレンスアレルも同じなんだけどオルタナティブアレルが T の場合と C の場合と2種類あるっていうのが答えです。でこういうのを、マルチアレリックバリアントというふうに、呼びます。で、頻度を見ていただくと明らかに C になっている方が多いので、この1っていうのはひょっとすると何かのミスなのかもしれないんですけども、こうやってオルタナティブアリルが2つ以上報告されている場合があるという例があるということを、知っていただきたくてこの問題を出しました。というのでマルチアレリックバリルであるというのが、1つの、これが答えになります。で2番目ですけど、どんなこのバリアントがどの遺伝子の上に存在するかということですが、この詳細ページを見ていただいて、このアノテーションのところを見ていただきますと、ここに遺伝子のシンボルの名前が出てきます。で PDCD1 という、これ別名の方が有名で PD1 という遺伝子が、こちらが別名で、実はこちらが HGNC で正式に決められている名前です。でこれご存知の方多いと思うんですが、本庄佑先生がノーベル賞を取られた時の、に、関係のある、遺伝子ですね、 PD1、 こちらの名前がよく知られていると思うんですが、正式名称は PDCD1 です。でこの下にちなみにですね、この、遺伝子にいくつか、トランスクリプトですね、スプライシングバリアントが何個かありますので、そのこれに関しては、いわゆるトランスクリプトが3種類あるということもここで分かるようになってますね。ここをクリックしていただくと、さらにトランスクリプトごとの詳細な、情報に行くことができます。で3番目ですけども、この、番 RS1801133 は、東アジア集団において男女のアレル頻度に差があるかということですけども、これもポピュレーションフリーケンシーのところの、イーストエイジアンのメールフィメールのところを、見ていただければ分かるかと思うんですけど、ほとんどこれ差がないということが分かります。で同じ問題で、皮がんサンプルと非神経サンプルの方ですけど、こちらも右上のですね、先ほど出した右上の、ここですね、ここを切り替えていただいて、ここに表示される頻度の違いを見ていただければいいかと思うんですけども、こちらも、調べていただきますと、トータルとイーストエイジアン両方で見てみますと、それほど差がないということも、こうやって比較することによって分かります。よろしいでしょうか。で次に、JMOP と HGVD というデータベースを、紹介します。でこちらはですね、今まで海外のデータベースだったんですけど、この2つに関しては、日本で作られている、一番有名なデータベースとも言えます。まず JMOP ですね、ジャパニーズマルティオミックスリファレンスパネルということで、これは東北メディカルメガバンク機構、東北大学ですね、震災の後にできた、組織であります。で東北の方の住民コホートを3500人の方の、住民コホートをやって、全ゲノムのシーケンスを集めて、そこから、バリアントを検出して、頻度の情報に関してはオープンで公開しているものです。個人ゲノムに関してはこちらの東北メディカルメガバンクの方に
いわゆる申請を出して許可をされないと使えないというデータになっています。でこれが JMOP の画面になります。で、オミックスのデータですので、プロテオムとかトランスクリプトームとかいろんなオミックスのデータがありますけど、その一つに中に、ゲノム、バリエーションのデータもありますので、ここをクリックしていただきます。そうするともう何回も同じような検索画面が出てきているので、もう見慣れてるかと思うんですけど、こういう、いわゆるですね、ジェノム上のポジションをですね、特定するようなキーワードを入れていただくというのがもうミソです。で、ここにエグザンプルありますけども、遺伝子名入れていただくとか、RS 番号入れていただくとか、この場合ですね、ちょっとキーワードとリファレンス番、RS 番号とリージョン入れるタブが違ってますので、それぞれ切り替えないといけないんですけども、これたまたま、遺伝子を入れる箱になってますが、この場合は遺伝子名を入れていただいて、検索すると。そうすると、この ALDH2 上にあるバリアントがバーッと一覧が出てきますということで、あとはポジションであるとか、どういうアレルであるとかですね、アノテーションですね、どういう遺伝子上の場所にあるかとかいったアノテーションがつきます。あと、右側に頻度ですね。で、これが東北メディカルメガバンクで、タイピングした、3500人分の頻度になります。で、全部のバリアントに対して頻度が分かっているわけじゃないわけですね。ということは分かります。で、こちらがノマドで報告されている、頻度になります。こちらも結構穴が開いていることがよく分かります。で、あとですね、タンパク質の立体構造が分かっているものに関してはですね、このバリアントの場所をですね、この立体構造の上に、マッピングして、表示するっていう機能があります。オミックスということで、こういった機能も用意されています。で、次に、ヒューマンジェノムバリエーションデータベース、略して HGVD と言いますが、こちらは京都大学の方で作られたデータベースです。こちらはエクソームの方で1208名で、スニップチップは3200名ということで、こちらは滋賀県の長浜市で、これも健常人ですね。先ほどの東北メディカルメガバンクも健常人の方の、コホート研究から取られたサンプルが多いんですが、こちらも長浜のサンプルが、健常人のサンプルが中心になってますということで、こちらも細かいところは省略しますが、遺伝子名とか RS 番号とかそういうのが分かれば検索できるという仕組みになってます。次にですね、GBAS カタログということで、これまでは、バリアントそのものの、データベースを紹介してきましたけども、バリアントと、形質の間のですね、相関を調べる、方法としてゲノムワイドアソシエーションスタディというのがあるんですが、このバリアントがこの病気と統計的に相関があったよというのを、調べるわけですけど、その報告というのが、論文とかですね、データベースとかでいっぱいされているわけです。特に論文でいっぱい紹介されているわけですけど、それを一生懸命、集めてきてデータベース化したものが、GBAS カタログです。ですので、論文読まなくてもここを見れば GBAS の結果がいっぱい分かりますよというサイトです。で、今まで、これはですね、米国国立ヒトゲノム研究所ですね、 NHGRI と EBI が共同でやってるデータベースです。もともと米国にあったものを確か EBI の方に移したような経緯があるかと思います。で、ここに言ったように、今まで GBAS によって同定された形質と関連が報告されたスニップを文献等からマニュアルキュレーションしてきて作ったデータベースです。で、これがそのトップページですけども、こちらも同じようにバリアントとか遺伝子とか、そのゲノム上の位置を特定するキーワードと、あと疾患との関係が分かってますので、疾患とそのバリアントのペアのデータベースだと思っていただければいいので、疾患名で検索してもそれに関係のある GBAS の結果を見ることができます。で、このダイアグラムというのをクリックしていただきますと、これがゲノム、これ一本一本染色体ですけども、ゲノムワイドにどういう、形質に関してです。これ形質のグルーピングされたものですけど、形質に関してのその、アソシエーションがバリアントは分かっているかっていうのをこうマップしたものですね。で、こんなに分かっているということが分かります。で、例えば、ブレストカルシノーマっていうこのエグザンプル入れていただきますと、このフェノタイプのサブグループが表示されまして、実際それに対してこの形質と、相関のあるアソシエーションのあるスニップが何個あって、どのぐらいの研究があってどのぐらい論文が出てるかっていうのがスタディという数で、表示されます。でさらに、ここをクリックしていただきますと、この詳細を見ることができまして、上がですね、関連解析の結果ということで、これ一行一行がバリアントのになってます。で、どのぐらいのピーチで、
優位差があったかってことが分かります。であとまあそうですね、この辺にまあどういった形質とこのスニップが相関しているかっていうその形質の情報が出てたり、まあ、遺伝子の情報が出てたりしますですね。あとまあこちらがそのスタディの概要ということで、まあ、どういうジャーナルに報告されてたかとかいうようなことが分かるようになってますということで、ハンズオンの3回目ということで、まあ、この疾患ですね、このエストロゲンレセプターネガティブブレストキャンサーというまあ疾患名で報告された SNV と論文の数を調べてみてください。あとまあこの遺伝子で関連が報告された形質とそのどんな集団で形質なり頻度が報告されているかっていうのをあの GBAS カタログを見て調べてみてください。それではあの答え合わせしたいと思います。でまずですが最初の問題ですが、まあ、この疾患ですね、関連が報告されている論文を調べましょうということですが、まあ、もう素直にキーワードで入れていただければ、それにこの疾患に関するスタディなりアソシエーションの件数出てきます。一番最初に出てくる、これですね、スニップ数が大体アソシエーションですので150、論文数スタディ数がまあ10だということが分かります。次ですけども、この遺伝子ですね、 CYP2C19 と関連のある形質及び集団を確認しましょうということで、もう省略してますが、まあ、ここにですね、遺伝子名を入れていただいて、クリックしていただくと最終的にこういう、ページに行くかと思います。で、まあ、アソシエーションに関していろいろここに言いましたように、形質トレートの情報が出てきますので、このあたりを見ていただくと、まあ、こういった血圧ですねに関する、トレートと関係があるということが、まあ、分かるようにわかります。で集団の方ですが、こちらは、ここにスタディアソシエーションというスタディという情報がありますので、これをクリックしていただきますと、どういう研究で、この結果が導き出されたかというメタデータがわかります。でそれを見ていただきますと、まあ、最初に見つかったのがこういう集団で何人の人からを、探索してわかったかというのがわかります。であとレプリケーションということで違う集団で調べる研究に関しても、まあ、こういったメタ情報が分かるようになってます。はい。で、まあ、最後ですけども、竹ベータベースの最後として、まあ、我々の作っております統合バーというデータベース簡単に紹介させていただきます。です。で、まあ、NBDC、JST、あと、まあ、あの共同研究先の DBCLS と一緒に、まあ、研究あの開発をしております。で、まあ、目的として2つありまして、我々どもですね、2013年くらいからあのヒトデータベース NBC ヒトデータベースという個人ゲノムの、レポジトリですねを、まあ運営してるんですけども、まあ、そちらはあの個人情報ということでなかなかあの概要なんかをチラ見することが難しいので、まあ、いわゆる個人情報なんかはですね、あのいわゆる加工して、統計情報にして、まあ、あの公開することによって、まあ、どんなデータが入ってるかということが、まあ、分かりやすくなったりするわけですけども、それと同じようなことを統合バーではやりまして、まあ、ヒトデータベースどんな個人ゲノムデータが入っているのかというデータの概要を見せるために、まあ、この統合バーというのを作りました。でもう一つはあの先ほども何回も紹介しましたように、まあ、いろんな国内外で頻度とかですね疾患との関連を集めたデータベースというのは山ほどあるわけですけども、まあ、今それぞれをバラバラに行かないといけないんですけど、やはりワンストップで検索可能にすることによって、利用者の利便性を上げようと、この2つの目的を持ってこのデータベースを開発いたしました。で、2018年の6月7日に公開して、まあ、1年経ちました。で先月の27日に少しだけあのバージョンアップをしました。で、まあ、今後もどんどんバージョンアップ続けていくつもりでおります。で、バリアントの内容ですけども、今はいわゆるジェームラインバリエーションのみバリアントのみで、いわゆるがんのような体細胞の変異というのはちょっと今は扱っていないということです。で、まあ、先ほどちょっとあの口頭で言いましたことを、もう少しヒトデータベースとの関連をもう少し絵にしたものがこちらになります。でヒトデータベースというのは、NBDC とあと DDBJ で、ジャパニーズジェノムフェノタイプアーカイブという、まあ、こちら DDBJ の方に実際のヒトゲノムのデータはあるんですけども、まあ、NBDC が審査を請け負ってまして、この両方で共同運用してます。でここに入っているデータというのは、まあ、データ提供者が、
いわゆる NGS のデータであるとかですね、スニップチップのデータっていうのを、まあ、研究プロジェクトごとにサブミットしていく形になってます。で、先ほどの、まあ、DB スニップのような感じで言うと、これごとに、まあ、SS 番号が振られてるっていうようなイメージです。で、当然ですね、このデータというのは個人レベルのゲノムデータですので、個人情報にあたります。ですので、これをですね、データ利用者が使うには、利用申請していただかないといけないという仕組みになっています。ですので、です。で、ですが、やはり、利用申請するの最初ちょっとどんなデータが入ってるかわからないのに、わざわざいろいろ倫理申請したりとか利用申請したりするのちょっと面倒だなと思うときにですね、このデータにどんなバリアントが含まれているかっていう統計情報だけでもですね、特に制限なしに公開されているとデータ利用者としてはそういう概要を把握して、まあ、このデータ面白そうだなっていうことが分かった上で、まあ、人データベースに、まあ、申請を出すことができるということで、まあ、こちらの人データベースの方の、まあ、利用を促進できるんじゃないかというモチベーションで始めました。で、まあ、繰り返しですが、統合バーの方のデータっていうのはこういった別々の研究プロジェクトから出てきている NGS データとスニップデータをそれぞれ集めまして、NGS に関してはもう一度リファレンスゲノムにマッピングして、バリアントを抽出する。先ほどで言うところの NOMAD とかですね、EXACT と同じような、解析をもう一度、この人データベースのゲノムデータに対して頻度を出したものになります。で、同じようにスニップチップのデータに関してもスニップチップのデータだけを、集めてきて、まあ、一つの頻度データにしたものです。で、もう一つ その統合バーを作った、まあ、モチベーションとして、まあ、ワンストップ検索ということで、まあ、こういったバリアントのデータというのはさっきも言いましたように、クリーンバーであるとかエグザックであるとか東北だとか京大のデータベースに、まあ、こう分散しているわけです。で、研究者の方はそれぞれからダウンロードしてきて同じ場所のバリアントだからということで頻度を比較するために文字列をマッチングさせて、まあ、Excel 表なものを作ったりして、まあ、そういう手間をかけてですね、これらのデータ解析しないといけないんですけども、統合バーを使っていただきますと、このポジションを入れていただくだけでですね、それぞれの、場所から出ているアレル頻度とかですね、疾患クリーンバーに入っている疾患との、感受性の情報であるとかっていうのを、バッサリとワンストップで、まあ、閲覧することができるという、特徴があります。で、統合バーで扱っている、まあ、その、横断、横串にしているデータベースですの一覧がこれになります。で、先ほど言いましたように NBDC 人データベースから出してきたエクソームのデータとスニップチップのデータですね。で、それエクソームが今現在125人です。スニップチップの方は18万人分の、まあ、頻度が入ってます。で、これは別々のデータセットになってます。で、この18万ですけども、理研と医科研でやられたバイオバンクジャパンですね、の、まあ、18万人のデータです。ちょっと次に出しますけど、それがメインになっています。で、あと先ほど紹介しました、東北と、長浜の、ゲノムコホートのデータですね。ですので、この2つは健常人の対象にした、頻度データになっています。で、あと、エグザック、海外のデータとしてエグザックの頻度が出ています。その他ですね、クリンバーの情報が入っていて、まあ、バリアントとの疾患の関連性っていうのが分かるようになっています。で、あと文献情報としては、まあ、NBDC で出しているパブテータというデータベースがあるんですが、まあ、これがですね、この文献の中に RS 番号なりバリアントの記述があるものを機械的に抽出してきているデータベースなんですが、これとリンクさせることによって、特定のバリアントがどういった文献で報告されているかっていうことも統合バーの上でワンストップで取れるようになっています。で、これがですね、JJNGS と JJSNIP のそれぞれのデータセットがどのような個人ゲノムの集団からできているかという、まあ、内訳になります。由来の情報になります。で、この URL から、まあ、見ることができます。で、125人なんですけど、今のところがんとかですね、主要 NGS に関しては、まあ、がんの患者さんのものが多いです。ただしですね、これは癌部ではなくて非癌部から取られた、配列だけを、まあ、再解析して、頻度を出してますので、まあ、そういった意味では、ほぼ健常を、まあ、コントロールして、まあ、使っていただいても、まあ、問題ないのかなという気はしています。で、スニップの方も、ですけども、こちらは先ほど言いましたようにバイオバンクジャパンの18万人の、集団の頻度が出てます。で、これ、疾患が47疾患ぐらいありまして、まあ、そういった疾患にかかっている方と健常の方が、まあ、混ざっているような、まあ、集団になってます。
でこちらが、統合バーの方の検索画面になります。でこれ何も、先ほどの URL をクリックしていただきますといきなりあのバリアントの一覧がずらーっと出てきます。で何もこれあの絞り込みも何もしていない状態ですので一番染色体の先頭からずらーっと、表示されます。で、まあ、このここに表示されているスニップを、まあキーワードとかフィルターで、まあ、絞り込んでいただいて自分 の, あの探したいバリアントを探すっていうのが、まあ、統合バーの使い方になります。で、まあ、他の、DB と同じようにここにあのエグザンプルが書いてますけども、まあゲノム上のポジションを特定するような RS 番号であるとか、遺伝子名とか位置情報ですね、を、まあ、入れることができます。リファレンス配列としては HG19、GRCH だと37に対応しています。ちょっと38対応というのは今後の課題になっています。であとは、クリンバーともリンクしていると先ほど言いましたので、クリンバーに入っている疾患名を入れていただきますと、その疾患に関連のあるバリアントも絞り込んで表示させることができます。でこの、曖昧検索と書いてますけど遺伝子検索と関連疾患名は頭出しですね 2,3 文字入れていただきますと候補が、この辺りにリストで出てきますということで、まあ、あのキーワードが思い浮かばなくてもある程度あのサポートしてくれる機能があります。で、絞り込みをしていただいてきますと、まあ、検索結果が出てまいります。でさらにですねこの右側にフィルター機能があります。で、さっきも言いましたようにあの先ほどの Excel であったように、JGNGS、JJSNIP ですねあのヒトデータベースから持ってきたデータセットを表示したい場合にはチェックを入れますと。で、まあ、表示されなくてもいい場合はチェックを外していただければそのデータセットに入っているスニップは、出てこなくなりますということで、まあ、あの自分が興味のあるデータセットだけ、まあ、チェックを入れていただいて、まあ、表示させるということができます。であと、頻度なんかでも表示絞り込むことができます。ですので、選んだ、データセットのエニーの場合はですねどれか1個でここに、指定する頻度条件を満たせばここに表示されるということになります。でオールの方にしていただくとチェックしたデータセットで全てここに示した頻度の条件を満たしたものだけが、まあ、表示されるといったアンドオアの使い分けをすることもできます。であと、まあNGS の場合はですねそのバリアント交流の、まあ、クオリティの情報が一緒に出てるんですけどそれでまあ質の悪いものはまあ表示しないようにするとか表示させるとかいった切り替えをすることができます。であとバリアントタイプとしてですね SNV とか SNP とか一塩基変異だけを出したい場合はここだけにチェックをつけて、まあ、残りを外すとかですねあとインデルだけ見たい場合はインデルだけチェックをつけるとかいった、そういった絞り込みができます。でちなみにここに書いてある数字は、まあ、そういったフィルターの条件でヒットするバリアントの数ですね件数がまあ表示されています。で、この下はクリニカルシグニフィカンスということで、まあ、この中でクリンバーで、例えばパソジェニックと病原性があるというふうに分かっている、ものだけに絞り込みたい場合はチェックをここだけに入れるということにして、まあ、パソジェニックなバリアントだけ、この中に表示させるということができます。それ以外にもちょっとここ出てないですけどもミスセンス変異の場合ですね、それがどう、タンパクにどういう機能に影響を与えるかっていうそういう有害性を予測するツールっていうので有名なものとしてポリフェンとかシフトっていうのがあるんですけども、そのあたりの予測スコアも出るようになってまして、まあ、これらの予測スコアの高いものだけを表示させるとかそういったこともできるようになってます。で、こちらがですね詳細画面ということで、実は、こうやって出てきたところのこの統合バー ID というところをクリックしていただくことで、詳細画面に行きます。でちょっとスライドをすいません作り忘れたんですけど実際ここをクリックしていただきますとこのクリックしたバリアントのもう少し詳細な情報がプレビューこちらにここの画面が切り替わってプレビューすることができます。で詳細画面の方は先ほどこれは一つのスニップに対するもう少し詳細な情報が、表示されます。で基本は同じなんですけどもこの辺りの、まあ、ポジションの情報とかアレルの情報というのはあの一覧で出てくるものと同じです。であとこれちょっとこの例ではないですけど同じ領域に、まあ、オーバーラッピングするバリアントがあると表示されます。でここが、まあ、フリー検視の情報ですけども、一覧表示よりだいぶあの細かい情報が出るようになってます。まあ、アレルのカウント数だけはあの先ほどの一覧表でも出てたんですけども、まあ、それももちろんこちらで出てますがそれ以外に、父方母方の組み合わせですねジェノタイプとして、
オルトオルトの組み合わせ、オルトレフ、レフレフの組み合わせがどれだけあるかっていうのも表示されてます。であと、まあ、それぞれのフィルターのステータスですね、この場合ですと、まあ、どの NGS の手法でも一応、パスしているということが分かります。でエグザックの方もですね、一覧画面だとトータルの頻度しか出ないんですけども、ここを詳細を開いていただくと、あのポピュレーションごとの、まあ、数字も出るようになってます。でさらにもう少し下に行っていただき、スクロールしていただきます と、クリニカルシグニカンスの情報も出てます。でこれ、まあ、クリンバーの情報を出しているんですけども、まあ、クリニカルシグニカンスの情報と、あと、まあ、これがどういうレビューステータスかということも分かるようになってます。であとはあの過去にですね、クリンバー更新されていってどんどんその、履歴があるわけですけども、その履歴でどういった、疾患に関して、アノテーションされているかっていう、そういう履歴の情報も見れるようになってます。で、まあ、こちらクリックしていただきますと本家のクリンバーの方に行くことができます。でその下に、まあ、ゲノムビューアー、先ほどのバリアントビューアーのようなゲノムビューアーがありまして、まあ、バリアントのそれぞれのポジションがあります。でこの当該バリアントの位置が黄色くなってまして、まあ、頻度がですね7段階でまあ表示されてます。ということで近傍にどんな、アリル頻度のバリアントがあるかっていうのもまあ分かるようになってます。でさらにその下に行きますと、まあ、ジーンの情報であるとか、あとトランスクリプトの情報ですね。ですね、この場合4つ、トランスクリプト、スプライシングバリアントがあるわけですけども、当然ちょっとスプライシングバリアントごとにその、読み枠とかですね、そういうものが変わってきますので、ある、トランスクリプトだとミスセンスバリアントになるんですけど、他のトランスクリプトだと、UTR に当たったりとか、ちょっとそういう意味で言うとこのコンセクエンスの部分は変わってきます。で、ミスセンスバリアントの場合は先ほど言いましたようにシフトとかポリフェンのスコアっていうのが表示されています。でこの一番下にですね、パブリケーションの情報があって、この、バリアントに関して報告がある、文献がですね、新しい順に、表示されます。でこれがですね、この文献が何件引用されているかという引用数も、一緒に表示されます。でこれはあの DBCS で作っているコリルというデータベースを組み合わせています。ですのでここをクリックしていただくと、この、文献が他のどの文献に引用されているかというのが分かるようになっています。であと、この文献についているメッシュタームですね、それのディジーズの部分を表示していますので、この文献が、どういう疾患に関係しているかというのもここで分かるようになっています。ということで、今の説明ですね、ちょっと7月に新しいインターフェースに変わったので、ちょっとこの統合テレビ動画の解説があります。で8分ぐらいの解説があるんですけども、ちょっとこちらの方はまだ新しいインターフェースには対応してないんですけど、機能としては全然変わってませんので、こちらのテレビでも十分後から見ていただいても使い方の復習ができるかと思います。であと一括ダウンロードもできるということで、あとこのメニューのところにダウンロードっていうタブがあります。でここにですね、クロモソームごとに、頻度の情報とか、先ほど見ていただいた情報がほぼ全て、タブ区切り形式で落とせるようになってますので、まとめて解析をしたい方はここから落としていただいて使うこともできます。ということで、統合バーのハンズオンに入りたいと思います。この3つの問題を解いていただければと思います。RS671 を検索し、まあ、頻度の差を確認してくださいというのが1問目です。あと、3.5KJPA の東北メディカルの DB と HGVD 兄弟の長浜の DB で、共に頻度が 5% 以上あるスニップの総数というのを、絞り込みを使って、件数を調べてみてください。で最後ですが、アドバンスとところは、竹之内小崎シンドロームという、これ疾患の名称なんですけども、これの頻度が公共 DB に入っているかどうかというのを確認してみてください。でもし報告されてない場合というのは、なぜ、頻度が報告されてないのかって、その理由を、まあ、考えていただければと思います。答え合わせしたいと思います。RS671 を検索し、データセットごとの頻度の差を確認してくださいということですが、まあ、キーワードのところに RS671 をクリックしていただきます。検索してボタンを押していただきますと、この、RS671 1行だけがヒットしてきます。で先ほどちょっと言いましたけど、ここをクリックしていただくと、簡単なプレビューが出ますので、詳細画面に行かなくても、まあ、プレビューで結構分かる情報も、頻度なんかは、出せるようになってます。でまあ、ここで見ていただいても
データセットごとの頻度の違いがあるっていうのは分かるんですが、エグザックの場合はマイナス10のマイナス2乗くらいのオーダーですけど、残りは日本人の集団ですけど、まあ一桁ぐらい10倍ぐらい頻度が多いっていうのが分かります。まあ、もうちょっと詳しく見るには、ここをクリックしていただくか、ここをクリックしていただくとこの下の詳細の画面が出てきまして、先ほど言いましたフリーケンシーのところを見ていただきますともうちょっと分かりやすくなってまして、エグザクの場合と 0.02 ぐらいですけども、日本人の集団だと 0.2 ぐらいですね。ですのでやはり、日本人の方が10倍こういった、バリアント、このバリアントを多く持っているということが分かります。でこれが形質がどんな形質かっていうと、最初のに説明しましたお酒の強さですね、アルコールどれだけ強いかどうかっていう、そういった、形質と関係があるということが分かります。なのでやはり遺伝的にもとか、東アジア集団っていうのはに、遺伝的にも、こういったお酒は西洋人ほどは強くないというようなことが、まあ、この辺から分かるというわけです。で次ですけど、2つのデータセットの間でともに 5% 以上の頻度があるスニップのソースを確認してくださいということです。で、先ほど言いましたように、2つのデータベースだけを比較したいので、残りのデータセットのチェックを外してこの2つのデータセットだけチェックを入れていただきます。でその上でさらに、頻度での、条件を付け加えますので、5% 以上ということですので、0.05 から1までの範囲を指定します。で、この2つの AND を取りたいので、デフォルトは any になっている、or になっているんですけど、AND にしていただくということで、この条件で、フィルターをかけていただきますと、件数が出てきて、この場合ですと 58,176 という数字になります。で最後ですけど、竹之内小崎シンドロームで、調べてみますと、それに対する頻度が公共 DB で報告されているかどうかですが、これも疾患名で、検索していただくと、報告がないということが分かります。でこれはですね、先ほども言いましたように報告がないっていうのはレアなディジーズです。難病指定されているディジーズです。でこれ AMED で研究されてまして、CDC42 っていう遺伝子の異常だっていうのは分かってますということで、正確、これはエメドのページなんですけども、正確な頻度は不明ですと、少なくとも国内に複数の患者さんがいることが確認されており、海外にも患者さんがいるということで、あまり1人や2人何人かいらっしゃるということは分かってるんですけども、そのいわゆる糖尿病とかのようにありふれた疾患ではないっていうことです。でももちろん診断がつかないいわゆる希少疾患、になっているというものですので、何回も繰り返しになりますけど、これらの頻度データベースというのは基本的には普通の住民コホートであるとか、その希少疾患の人が入っているということは考えにくいので、やはりそういったものでは頻度は報告されていないというのが、よくわかる例かと思います。で最後に、統合バーの、将来的な機能強化ということですけども、まだ取り込めてないデータベースがいっぱいありまして、ノマドが入ってなかったり GBUS カタログが入ってないので、これを取り込みたいと思ってます。でクリーンバーの定期更新を、1ヶ月ごとにクリーンバー更新されていくんですけども、これも、1月に1回を目標にはしたいと思うんですけども、1ヶ月に1回くらいの頻度で更新していきたいと思ってます。であとですね、エクスプレッションコンタティブトレードロースアイという EQTL という、手法があります。これはバリアントと発現の関係をダイレクトに調べる方法なんですけど、有名なものとしてブロードの GTEX というデータベースがあります。でこのデータも、一緒に統合バーに取り込むことでですね、バリアントによって発現がどう変わるかっていうのがもうちょっと分かりやすく理解できるようになるんじゃないかというふうに考えています。で国内の DB に関しては、ジェンガー、バイオバンクジャパン理研が作っているジェンガーという、これ先ほど GBUS カタログというゲノムアソシエーションスタディのデータの DB があったと思うんですが、それの国内版のようなものです。でこいつらをこれを、取り込む。であと MGEND というのはこれ AMED と京都大学が作っているデータベースですが、これは日本人版のクリーンバーということで、日本人の集団を対象にして、疾患、遺伝子疾患、バリアント、疾患遺伝子を探索してるんですが、その結果が収められて、
バリアントに対してクリニカルシグニフィカンスがまあ付与されている、日本人の集団をベースに付与されているものですので、まあ、日本人のデータを疾患を研究するのには非常に大事なデータベースだと思います。まあ、今これ2万くらい、シグニフィカンス入っていると思うんですけど、それとも連携していきたいと思っています。であと、実は日本人のホールゲノムとかホールエクソームのデータですね、先ほどJGA、NGS というデータセットを統合バーから公開していると言いましたが、その数字はエクソームで125人しかいませんでした。それを今ですね、東北メディカルとか、バイオバンクジャパンと協力して8000人分に増やそうというふうにしてますので、この頻度データが分かりましたら、解析できましたら、これ大体、早くて今年の終わりぐらいですね、12月くらいを目標にしてるんですが、少し遅れてしまうかもしれないですが、このデータが分かれば、まあ、ノマド並みとは言わないですけども、まあ、1万人に近い規模の、サンプル数での、まあ、頻度を提供できるようになると思います。でこれにはですね、連鎖不平衡情報ですね、 LD の情報も、まあ、込みで、出したいというふうに思ってます。であと検索、機能としては HGVS 表記ので検索できるようにするとか、 GRCS38 に対応するとかいったことが、まあ、今後の予定になってます。ここまでで統合データベースです。で最後に、統合データベース、統合バーの元になってますその NBDC 人データベースですね、要するに、個人ゲノムのデータレポジトリですね、の、まあ、紹介をさせていただきます。で、まあ、NBDC 人データベースということで、2013年から始めているデータベースです。で、まあ、研究者が算出した、まあ、個人ゲノムのデータ、これ NGS のデータでも結構ですし、ジーンチップのデータでも構いません。ゲノム以外のデータですね、実際後で出てきますけども、脳のペット画像とかですね、 MRI の画像とか、そういったものを入れていただいても構いません。人に関する制限公開が必要な、そういうプライバシーに考慮して制限公開が必要なデータを、まあ、共有するための、まあ、データベースだと思ってください。ということで、まあ、ちょっと、繰り返しになりますけど、なぜこういうデータベースが必要になるかっていうことですけど、まあ、研究データ再利用っていうのをしていかないといけない、いわゆるオープンサイエンスっていうのが、まあ、世界的潮流になってますということです。でこれはプライバシー保護しないといけない人のデータに関しても同じでして、例えば14年に米国の NIH ではゲノミックスデータシェアリングポリシー、まあ、GDS と呼んでますけども、こういったポリシーの中で、NIH からですね、ファンドを受けたゲノム研究っていうのは必ず、データレポジトリに登録しないといけないっていうことを、まあ、要求しました。で国内でも、2018年の3月に AMED がですね、データマネジメントプランを提出するようにということで、そのファンディングしている研究プロジェクトに義務化しまして、まあ、それによって、AMED でもら出てきたデータは基本的には、NBDC 人データベースで、まあ、公開してくださいということが、まあ、求められるようになりました。であと、まあ、データを統合するっていうのはどういうことかっていうので、フェアっていう言葉がありまして、共有する場合に大事な4つのポイントがあって、このファインダブル、アクセシブル、インターオペラブル、リユーザブルという、この頭頭文字を取ってフェアと呼んでるんですけど、まあ、こういった条件を満たせることが、まあ、公開している、再利用できるようにしているという意味だというふうに今では言われております。で人データベースに関してですね、そういった、人データの共有を、国際的な共有を図るためにですね、コンソーシアムが数年前に出来上がってます。でこの中ではですね、データフォーマットを統一するとかですね、あと研究者認証の枠組みを作るとか、人データですので、例えば同意を取るためのそういう同意書の標準化をするとかですね、そういうことを国際的に、統一しようという試みがあります。ということで、我々も NBDC もそうですし、 AMED とかですね、日本の、まあ、先ほどの東北メディカルメガバンクもそうですけども、こういったアライアンスに参加して、まあ、国際的に、人データが、まあ、共有できるようにしようというふうな取り組みにも、まあ、参加しております。で、まあ、人データベースの必要性ということで、先ほどは、まあ、共有しないといけないということを、まあ、述べたんですけども、人データとそれ以外のデータの違い、大きな違いというのはですね、プライバシーを人の場合は担保しないといけないということです。そこが、まあ、ちょっと大変なところなんですけども、まあ、そのためにですね、データ公開と利用について適切な審査をするということで、人データに関しては制限公開、英語で言うとコントロールドアクセスデータベースとして、まあ、運用しています。
で、制限公開データベースというのは、まあ、当然、アメリカとか欧州にありまして、そちらの方が先にできています。アメリカは DBGAP、ヨーロッパは EGA ですね。で、我々が、日本が、一番ちょっと遅くて、ヒトデータベースと遺伝研が運営してます、JGA と、この3つが今、公的な、世界中の公的な制限公開データベースとなっています。で、まあ、これがどんな種類のデータが入るかということなんですけども、各プロジェクト実施機関で、まあ、匿名化していただいて、NBDC の方にサブミットしていただくんですけども、その中に2種類ありまして、さっき言いましたように、個人のゲノムをそのまま読んだものですねっていう、個人が直接特定できてしまうものはコントロールドアクセスデータになってます。で、これは利用者を限定してまして、こういった利用者だけに利用してもらうことになってます。それ以外に、まあ、先ほどの統合バーの頻度データなんかも大雑把にはこちらに入るんですけども、いわゆる頻度とか統計量とか個人特定しにくいものに関しては特に制限を設けず、オープンデータとしてウェブサイトからダウンロードできるようになってます。ということで、まあ、ちょっとここからはですね、よく、アクセスの多いデータ例について、まあ、紹介したいと思います。で、こちら、バイオバンクジャパンですね、先ほどからも出てきてますように、統合バーの、頻度、JGA スニップの、まあ、実際の元データの大半にもなってますけど、そのバイオバンクジャパンのデータです。で、こういった疾患の方ですね、47疾患の一部ですけど、こういった疾患の方が含まれています。で、18万人分含まれてまして、プラットフォームとしては、ジーンチップで、タイピングされたものです。プラスですね、先ほど、これがもともとのデータ18万のほとんどなんですけども、昨年の8月にですね、ホールゲノムの1026人分の、データも、ここに追加されましたので、こちらもですね、先ほど言いました8000人の、頻度データを今年の年末に出すと言ってましたけど、その中の一部として、まあ、使われることになってます。ですが、1026人のデータを直接欲しいという場合は、こちらの、HIM0014 という、データをくださいというふうに、NBC の方に申請を出していただければ、審査を得てこの1026人分のデータを今でも使うことができます。これはまたちょっと別の例なんですが、ゲノムじゃない例としてですね、これは J アドニーという、アルツハイマー病の画像マーカーを探索する、そういう国家プロジェクトがあったんですけども、それのもうその終わったんですけども、そのデータが NBDC 人データベースから利用可能になっています。で、537人分の、まあ、健常の方、あとアルツハイマーの方で、その中間ですね、軽度認知症 MCI と言われる方の236名の、心理検査の認知症検査の、データであるとか、あと、まあ、血液検査のデータであるとか MRI とか PET のデータですね、この生データを、まあ、が公開されてますので、こちらも、まあ、申請をしていただいて認められれば使うことができます。ちなみに人データベースの中でこのデータが一番よく使われているデータになってます。で、次に人データベースの利用手順ですけども、まあ、先ほどの例にあったようにあるスニップがあったら、その違う集団でのですね、頻度情報、データが欲しいと、レプリケーションデータが欲しいとなったときに、利用者の方が人データ審査委員会に申請をしていただきます。その際に、まあ、この人データ共有ガイドラインと、セキュリティガイドラインですね、このデータ個人情報にあたりますので、きちっとセキュリティ対応がされているかっていうのを、こちらで審査させていただく必要があるので、このガイドラインに沿った環境が作られているかっていうのを、申請をしていただくことによってこちらでチェックします。で、審査委員会が、まあ、申請を見て承認しますと、利用者は、データにアクセスすることができて、まあ、自分のところに、ダウンロードして、まあ、自由に使うことができます。で、オブリゲーションとしては、年1回と終了時に利用報告を出していただく必要があります。次が、まあ、提供の手順ですね。で、データを提供するタイミングってどんなタイミングっていうのがあるんですけど、一番あるのはですね、ジャーナル等に投稿したい場合にですね、先ほどのオープン、アクセス、オープンサイエンスっていう、まあ、国際的な流れがある中でですね、データを共有してくださいっていうのをジャーナルの方から要請されることが多いです。具体的には、データベースに、
投稿し、登録してですね、アクセッション番号というのをもらってください。公的 DB かアクセッション番号をもらって、それを必ず論文に書いてくださいということを要請されます。それが、モチベーションになってますが、まあ、これも同じようにですね、申請をしていただきます。で、申請の時に、まあ、ここに書いてあるようなですね、いつ公開するかとかですね、制限事項を、まあ、データを、まあ、提供者との間でですね、まあ、合意したことに関してはですね、制限事項として、まあ、盛り込むことができるようになっています。あと、まあ、機関の長によるデータの公開が許可されているかとかですね、一番大事なのはそのデータ提供者からちゃんと同意が取れているかというその同意書の確認なんかをさせていただきます。で、それをやった上で、承認が出ますと、まあ、提供者の方から遺伝研の方にデータアップロードしていただくと。そうするとアクセッション番号が発行されて、それを論文に書くことができて、まあ、論文がアクセプトされるという仕組みになってます。ということで、ヒト DB に関して簡単にご説明いたしました。で、以上で、私の、発表を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。